今日はいい肉の日だったので筋肉食堂へ行ってきました。ミッドタウンからめちゃくちゃ近い。横断歩道を渡ってすぐそこにポールスミスがあって、ちょっと進むと看板が見えてきます。さあそこから、中へ進んでいきます。なんと今日は肉の日だったのでリブロースステーキが半額。もちろんこれを目当てに来ました。今日の食事が明日の自分の体を作る。では早速いただきます。見てください、この絶妙な焼き加減。食欲をそそられすぎてなかなかピントが合わない。タレが2種類あって左側が醤油わさびだったんですけども、これが絶妙に合う。後味もよく匂いがほとんどつかないので女性にもおすすめ。でね、これ動画編集しながら見てるんですけども、夜空が止まらない。11月1日から水道橋店もオープンしたそうです。店長曰く六本木店よりも広いとのことですので、ぜひ水道橋店、六本木店、筋肉食堂行ってみてはいかがでしょうか。それではごちそうさまでした。